今までないですよね。ちょっとファイブの磁力が弱いでこのパターンはもう何から来てるかって言ったらこれもラップスティールから来てるんですよね。ああなるほど。もう元波形がもう全然違うんですよね。トータルバランスの良し悪しが一番出る楽器かもしれないですよね。ネックの合成感の違いが音にも現れやすいんですよ、うん、でその共鳴体としてこうどこら辺を中心にどう動くかみたいなところってやっぱりこう波にすごく影響しやすい、うんうん、太いネックがついている状態だと、ボディ剛性が高い楽器だと、はい、全体が鳴りやすくなるんですよね。全体はね、はい、で今度細いネックがついているとネックの方がしなりやすくなって、うん、ちょっとさばきが良くなるっていう。手でもそこがすごいある種ボディの剛性高いので、うん、フェンダーの中で言ったらボディ剛性が一番高い楽器かな、うん、っていうところではネックのそういう差とかは出やすいところ、これが一番好きかな。いや僕もリバーブのとアルペジオがこんな気持ちいいな。